徳川の時代、謎の疫病によって男の数が激減。そして男女逆転の世界が誕生する。一人の女将軍に3000人の男が仕える場所、大奥。今その禁断の扉が開かれる。そなたが大奥と、心は変わらないのですね。はい、旦那らしいですよ。達者での貧しき家を守るため、叶わぬ思いを断ち切るため、大奥へ入った若き侍。この先大奥にて見聞きすることは一切他言無用。金を破れば。そこは想像を超えた世界。我らは金魚なのよ。ただ飼われていることが我らの仕事なのだ。女は怖いの。ただ思い出を。そなたより拙者の方がずっとずっと美しいわ。お信、ここは暗い。皆の心は暗いのだ。上様は何をお考えか。この国の行く末を。なんとまあ、バカバカしいほど着飾った男どもだ。あまりに理不尽ではございませぬか。お前は俺のようになっちゃならねえよ。男と違って女は強いですから。この国をこれからどう動かすか。その二人の出会いが大奥に新たな歴史を刻み始める。